か、ん、こ、れ。提督が鎮守府に着任しました。これより、艦隊の指揮に入ります。D型解剖艦第30号、ミトです。本日も頑張ります。ミトのできる限り、皆さんをお守りします。敵機襲来ですか？私が守ったユラの海、ユラの港とユラさんの由来は違いますが、ミト、ご縁を感じています。招き猫さん、こんばんは。ミトを守ります。はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日もカンコレ、始めて いこうと思います。招き猫さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。イデヤさん、こんばんは。はい、あ、イディアさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。信州さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。今日もというかね、いよいよ降壇作戦が、始まりました。まあ、昨日のメンテナンスね、本当長い時間ねかけて行ってました。運営さん本当にお疲れ様でした。最終的にね始まったのが1時、30分を超えてたんだと思います。本当に、お疲れ様でした。今回南郷作戦ということで、まあ、対、潜水艦戦、そして輸送作戦、まあ、その、主軸となった、戦いになりますので、まあ、当初予想していた通り、潜水艦がね猛威を振るっているというような状況ですけども、今日は、第二海域の、輸送作戦ですね、こちらの方を配信していこうと思います。敵機襲来ですか？ということでね、最初からいきなり空襲が始まるといういつも通りの展開になりますけども、編成の方はねこんな感じでいきたいと思います。フォルチャー級駆逐艦1番艦フォルチャー出撃します。艦隊名は、まあ、非合船団となります。この非合船団の非っていうのは、あの シンガポールとあの日本の、あの航路をねつないでいる船団があるんですけども、まあ、その、まあ、往復して帰ってくる方の船団のことをね非船団
というふうに分けていたそうなので、まあまあ、先端となりますとね、やはり護衛艦、特に解剖艦の役目である、対戦装備がね必須になってくる戦いになりますけども、装備の方はこんな感じにしています。このマークですか？はい、いろいろと役に立つんです。例えば、はい、フレッチャーには輸送作戦なので、ドラム缶のガン積みになっていますね。うちのことを呼んだ？いいや、そして駆逐艦、他の子はね、どうしても道中が潜水艦のね、特に潜水幼女がね手ごわいので、その後パクライの缶詰になっております。わしゃこう見えて足が速うて装備もようけ詰めるけかなりの優秀感じゃね。水上規模艦には輸送作戦の場合は輸送量を増加させるというね効果もありますし、制空担当もしてもらいます。また若干ではありますけども索敵もね重要なので、まあ、そこもおろそかにしないために偵察機をね1スロット積んでいます。ごめんなさいね、行きましょうかね。行きましょうね、林も秋下と一緒の、ソナー爆雷準備よしです。提督、おはようございます。そして、夕張にはね、ダイハツが詰めますので、2つ、あとは先制雷撃、対戦、そして索敵と、いろいろ詰め込んでますね。ほら、清下でよかったでしょ。そして、最後は清下になります。まあ、今回遊雲型の子をねたくさん使ってますけども、これはもう、主力オブ主力、耐久力の高さを買って選んでおります。あとね、管理の子じゃないと戦えないなんてことは絶対ないので、彼女の活躍も、お見逃しなくといった感じでしょうか。はい、招き猫さん、夕張ハサブですか？今回、主力で出してる子もいます。夕張は、主力です。フレッチャーは、サブです。はい、それ以外の子は全部主力の子になっています。海上護衛総隊航空母艦太陽出撃いたします。そして、道中もね支援艦隊を出します。この艦隊は対戦支援となってますので、軽空母4駆逐2の編成となっております。装備はこんな感じにしてみました。ね、素敵ですね。君、あんまり触んないで。触らなくても、なんて言ったらいいのかな。提督、今なら手伝ってよ。費用も私も関西機結構あんだよね。あ、費用、巡洋の装備すいません、書いてなかったですね。変更します。これはね別の作戦に出てたからこんな装備になってる。危ない、直さないと。
いいね、意外と私やるからね。かっこいいな、自分に惚れそうだよ。あとはこれでもいけるかな。全然いけるいける。いいね、意外と私やるからね。いいね、そういうのは好きさ。うん、よし、叩かせ参ります。まあ一応こんな感じでね、選んでそして装備してみました。はい、そして最後に元気いっぱい、金剛さん率いる、決戦支援艦隊になります。うん、まあなくてもなんとかなりそうな感じはするんですけど、まあ、全力でいきますので、彼女たちの活躍も期待してみてください。はい、今日もいい天気で、今日はね本当いい天気でした。うん、でもだんだんね雲が高くなってきたな。はるなは大丈夫ですね。ここでようやくね季節限定ボイスが出ました。焼き芋美味しい。うん、明日は焼き芋食べようかな。招き猫さん、用心第一。食べ物の美味しい季節です。私、腕によりをかけて美味しいものを作りいたしますね。そうですね、用心、油断も絶対ダメ、絶対ですね。いいからね、千段護衛の支援ですよ。朝風さんよろしくね。はい、それではね出撃するんですけども、ご説明します。今回もね、難易度は高難度で最初の海域から進んでますので、基地航空隊もね出撃できます。まだちょっとね距離とかよくわからないんで、まあ、とりあえず一番足の長い艦載機に合わせて、本体ですね出していきます。まあ、第一航空隊は出撃します。この通りの編成になっています。で第二航空隊は出撃できないので、でも空襲があります。はい。なので、防空担当ですね。で、今回のゲージが PT で650となっていますので、今444まで減らしてますので、1回あたりの輸送量がだいたい60くらいです。S 勝利で。なので、まあ、8回達成すれば、まあ、うまく S 勝利が取れればね、攻略できるんですけどね。第2作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。まあ、この、まあ、戦略物資をねシンガポールから台湾経由で日本本土に、まあ、輸送するというこの作戦、まあ、なんとか成功に導きましょう。うん、それでは、あ、支援艦隊出してないな。はい、ダメですね。はい、ちゃんと、支援を出して
いや、他の方はどういった攻略されてるかは分かりませんけど、提督にプレゼンツね。まあ、とにかく全力で当たっていきます。作戦計画概要をご説明します。講談作戦、第2作戦海域では作戦要項で行ってみましょう。フレッチャーが預かります。艦隊抜秒で、最初のね、まあ、攻撃目標なんですけど、一中隊だけ M に出します。どうもここでね、道中撤退したのがかれこれ3回ほどもう発生してますので、でもう一中隊はボスに出します。うん、よし、よしよし、うん。またバーチャルスターですか？ありがたいです。こういったものは、最初の空襲でね、実は配信外で一回撤退してるんで、ここも気が抜けないですね。支援艦隊来てくれる、来てくれよ。全艦戦闘態勢に。皆さんよろしくお願いします。どう？この攻撃はかかってらっしゃい。一網打尽です。しつこいわね。うん、よし、ここも、うん、ここは大丈夫だね。なんて油断はしてはいけないけどね。やったやった、うちが一番。あさあさあ、キヨキヨ見てた。本当にね、元気な子ですね、私も。能動分岐はね、このシーマスって今回、うん、なんか関係ないみたいなんですけど、まあいつか行くこともあるのかなと思うんですが、行ってません。うん、 Everything is going well. でここも能動分岐で、ここからはね上の方にね行きます。 Everything is going well.でここで潜水幼女がね現れるんだけど、その前に空襲発生。あ、抜かれちゃった、うん、この空襲も強かったり弱かったりするんでね、よくわかりません。いいぞ、今日は支援の状態がいいですね。どう？この攻撃は。武蔵さん、元気かな？打ち負けるな、足も。しつこいわね。下がりませんよ。そこで、この攻撃は。うん、いいね、先制攻撃。この攻撃は。下がりませんよ。よし、うん、ここまでは、
とってもいい状態で来れましたね。こんな私に祝福をくれるというの？司令官、いい人なのね。ふふふ。で、ここがね、今回一番、事故るところなんだけどもね、まあ、私は警戒人でとりあえず行ってます。うん、単純人でもいいとは思うんだけど、なんかいい方法あったら、ご助言いただけると嬉しいです。三重人か。打ち負けるなよ。打ち負けるな。下がりませんよ。そこです。しつこいわね。今度は守るって言ったでしょ。二発。分散すれば悪くて中破。うん。よし。おお、ここを完全勝利。うん、でもまだボスまではね、油断せずに行きましょう。え、足が遅いって？しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。キサラヒと申します。おそばに置いてくださいね。それでは、物資を揚陸。でね、偵察機のエフェクトが出ればボスまであとは一直線。そして単獣人、みんな頑張ってきてね。今回のもまた新しいね、 BGM ですね。うん、本郷さん、いい支援来ましたね。今回は、ちょっと強めの編成来ましたね。勝てるかな。私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって？はい、あとこれで402ですね。あ、来てる。次世代型駆逐艦のプロトタイプ、私天地風の出番ね。
ね、天塚瀬、ここでね、ドロップするんだ。なかなか、今回も期待できそう。オペレーションコンプリート。無事、帰投しました。よかった。まず最初の攻略がうまくいってよかったです実はね、配信外で3回連続でね撤退してたもんですから、本番では大丈夫かなとちょっと怖かったんですけど、さすが本番に強い子たちだね。結構兵装はデリケートなの、丁寧にね。あ、いけないいけない。基地航空隊をね忘れるんだよね、いつもね。作戦計画概要をご説明します。だいぶ落とされたな。今回ね、航空隊ちょっと分散して出しちゃったんで、疲労が、実際のところね、集中して出すのと分散するのでは、分散した方が疲労が大きくなるというねこともあるんで、あんまり試作はないんですけど、1航空隊しか出せない関係上、これが一番ベストかなと思って、この作戦を選びました。そして、帰ってきたね、鎮守府のさんま祭りも、昨日で終わってしまいました。寂しくなりますね。なので、部屋のね模様替えもこんな感じになっております。皆さんの鎮守府でもね、多分模様替えされたのかなと思います。まだね、秋ということなので、秋っぽい鎮守府にしてみましたが、いかがでしょうか。もし感想などありましたら、コメントいただけると嬉しいですね。で、先ほど戦略物資という話がありましたけども、日本の場合ですと、特に、石油、鉄鉱石、天然ゴム、米ですね。こういった資源を、南シナ海を経由して、本土にね、輸送をしていたわけなので、これらが戦略物資に当てはまりますね。ご説明します。招き猫さん、いろりにしました。ワーキー13、お呼びになりましたか。あ、招き猫さん、なるほど、いろりですね。確かに、私のところでもね、もうストーブ出してますので、本当冷えますよね。そういったところを考えると、私ももう少しというかね、いろりに変えようかな。変えちゃおうかな。作戦計画概要をご説明します。よし、では、準備が整いましたので行きましょう。第二作戦海域、作戦用機関フォレッチャーが預かります。艦隊、抜業、続いてください。
enemy in sight. 全艦、戦闘態勢に。いけませんいけません、これ以上は見逃してください。またバーチャルスターですか、ありがたいです。全艦戦闘態勢に。皆さんよろしくお願いします。後で感想たっぷり聞かせてね。武蔵さん元気かな。私も頑張る。実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。うん、戦艦頭がっていうところで、ここまではうんまあまあですね。Everything is going well.Everything is going well. うん、では進路を西に向けて。Enemy in sight. 全艦、戦闘態勢に。皆さん、よろしくお願いします。聞かせてね。かかってらっしゃい。一網打尽です。打ち負けるな。ペー。しつこいわね。今度は守るって言ったでしょ。この攻撃は。どう？この攻撃は。かかってらっしゃい。一網打尽です。しつこいわね。今度は守るって言ったでしょ。どう？これが実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。うん、よし。Enemy in sight. 全艦戦闘態勢に。試してみてもいいかしら。踊り
は打ち負けるな。今度は守るって言ったでしょ。うん、今回もいい勝利。よし、きっちりチェックするからね。え、足が遅いって？しょうがない。装備が重いかも。よろしく。よろしく。では進撃しましょう。物資の揚陸開始。Everything is going well.よし。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがないじゃない。装備が重いんだもん。さあ、次は誰が来るかな？響きだよ。その活躍ぶりから不死鳥の通り名もあるよ。ね、響きだったね。オペレーションコンプリート。無事帰投しました。よし、よかったよかった。ヒロシーズを2回連続成功できた。うん、いいね。ちょうどね、私の方も寒くなってきたので、ストーブをねつけたところなんですね。あと思ったら基地航空隊が全滅してるな。やっぱりな、強いんだよな。本当に今、外の気温がね4度しかないので、もう少ししたら本当に雪がね降ってくるんですよね。雪が降ってきたら春になるまではあと3ヶ月以上はねかかるので、戦艦と一緒に出撃したいのに。まあその間は心配性なのね。まああまり遠出をすることもしないようにねしていかないといけないです。まあ今日は天気がね本当に良かったので、まあ車のね、まあ、先週ちょっと雨でできなかったんですけど、タイヤ交換をねすることができました。まあ大体
まあ、自分のペースでやったんで、まあ、1時間くらいかかったかな。まあ、ちゃんと山も、山というかね、タイヤの溝も、チェックして、十分、あ、この冬も乗り越えられそうなので、大丈夫。これでね、いつ雪が降っても、大丈夫です。今年はいつもよりもね、雪の降る時期が、まあ、1週間から2週間くらい遅いらしいので、まあ、12月になれば早めに降るかな。予想でしたっけ？そうですね。今週はまだね、日差しが出やすいんですけど、来週からは雨の日がね、多くなりそうな、まあ、そんな予報が出てますので、まあ、実際もう今から用意をねしておかないといけないですね。もう信州さんのところは冬支度もう準備されているでしょうか。今回のね、南郷作戦についてですけども、こちらは、まあ、資源輸送作戦ということになりますね。時期は、昭和20年の1月下旬から、3月下旬まで、シンガポール方面から日本本土へ向けて10体以上の船団ですね、航行させたんですけどもね、まあ、大変な任務だったということです。はい、信州さん、うちは東京在住ですが、実家が長野県です。信州さんは東京に、長野県、聞くと長野もね、豪雪地帯と伺ってますので、おそらく今の時期はもう夜になるととても寒いんじゃないかなってちょっと予想しちゃいますね。でもね、やっぱり季節がこうやって変わるのもね、まあ、日本のいいところだと思うんで、なんといってもね、その時期にならないと食べられない食べ物とかもね、たくさんありますから、まあ、季節を楽しみながらやっていきたいですね。このカンコレのイベントもですけど、この秋イベント、わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をご説明します。一応今回の、目標としてはですね、まあ、もちろん攻略するのが第一の目標なんですけども、できればですけど、まあ、支援艦隊が来る前に、攻略できたらいいなと思って、今回は
走っております。ちょっと無謀かな。まずは全体像はね、ほんとまだ見えておりませんっていうか、まだ調べてないので、それなのに出撃してるのはちょっと結構危ないんですけど、まあ小規模だし、たくさんの子に活躍してもらいたいんで、まあ情報縛りはするつもりはありませんけど、とりあえず目の前のねマップの攻略に全力を投球していくって感じでいきたいですね。まあ、今回はそんな目標を立てております。またバーチャルシターですか。ありがたいです。こういったものはね、皆さんもいろいろ目標とかね、攻略の仕方とか人それぞれなので、まずはイベントを楽しむ、好きな子を使う、まあ、これがカンコレの醍醐味なんで、まあ、それにのっとって、攻略していきます。よし、あとは潜水幼女さえどうにかすればいけそう。お、今回は一本も通さなかったね。よし。よし、いいね。やったやった、うちが一番。あさあさあ、キヨキヨ、見てたねえ。アルミエンサイト全艦戦闘態勢に。道中支援が来てないんですけど、改めてね、警戒陣の、あの効果を、まあ、紹介するとなると、
まあ、砲撃戦においては圧倒的なね回避率を誇りますけど、雷撃戦はいつも通りなんだよな。うん、危ない。今ね雷撃夕張2本ぶっ刺さってたんで多分大破したかなと思ったんですけど、まあ反抗戦だったんでなんとか助かりましたね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって、うん、しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。僕は白露型駆逐艦しぐれ、これからよろしくね。ね、うん、同行戦だったら多分やられてましたね。あの状態ではまあ反抗戦だったのが唯一の、うん、なんでまあ一回一回の戦闘もね、同じ戦い同じ状況っていうのはほとんど稀なので。 Everything is going well. そこら辺も気をつけて、進軍していきたいですね。ファイヤー。どう？この攻撃は。日進、好評的隊。発艦はじめ。どう？この攻撃は。よけいただきじゃ。この攻撃開始。もた。かかってらっしゃい。一網打尽です。今度は守るって言ったでしょ。かかってらっしゃい。一網打尽です。よし、またバーチョーシターですか。ありがたいです。こういったものはいくつもらっても嬉しいですね。ね、響きだよ。その活躍ぶりから不死鳥の通り名もあるよ。そして、連続響きですね。オペレーションコンプリート。無事、起動しました。サプライハスビンコンプリート。ありがとうございます。サプライは大切ね。しくじってしまったわ。ごめんなさいね。結構兵装はデリケートなの。丁寧にね。うん、頭打ったかも。ちょっと具合見てくる。ワーキー13、お呼びになりましたか。作戦計画概要をご説明します。ちょっと よし、あ、ここでね、ちょっと一旦、休憩したいと思います。その間、一曲ね、かけたいと思います。今流れてる、
ね、佐世保のシングレのねミュージック、まあミュージックと言います歌詞入りバージョンね、こちらをかけたいと思います。ないかしら。はい、ということでね、まあ、休憩終わりまして、出演したんですけど、また残念ながらね、ありがたいです。うん、こういったものは
くつもらっても嬉しい。最初からね、撤退と。オペレーションコンプリート。いやー、これがカンコレですね。思う通りにはいかないものです。サプライズ has been completed。ありがとうございます。まあでも道中、しくじってしまった。まあ一戦目であれば、うん。ごめんなさいね。何？誰？ジョンストン？作戦計画概要をご説明します。まあ、ボス前撤退に比べればはるかに。このネットですか？はい、いろいろと役に立つんです。例えばありがとうございます。サプライは大切ね。さて、ワーキー13お呼びになりましたか？出撃まではね、ちょっと、時間を置かなければいけないので、ちょっとね、キャラ付けしてから行きたいと思います。出撃よ。って、やだ、私が一番遅いって、置いてかないでよ。出撃よ。って、やだ、私が一番遅いって、置いてかないでよ。まあ、まだね、講談作戦は本当に始まったばかりなので、まだまだわからないこともたくさんね、ありますからね。まあ、今回の、作戦の中にはね、あの練習巡洋艦の歌詞ですかね。新鋭艦に使う兵装は、まあ、作戦に参加してましたので、ね、え、足が遅いって、しょうがないじゃない、装備が重いんだもん、うん、実装するのかななんてちょっと期待をしていたんですけど、うん、今回の実装はならなかったようですね。まあね、この作戦ではね、カモイとかもね、参加してましたけど、まあ、先ほどの、空襲なんかでも分かる通り、敵のね、機動部隊が、まあ、悠々とね、南シナ海に進出していますので、まあ、こういった状況ですと、まあ、日本のシーレーンはね、非常に守りがたい、といったような状況になってますね。しょうがないじゃない、装備が重いと申します。おそばに置いてくださいね。作戦終了。よし、まずは天ぷら。天ぷらか。ここは開け閉めにしようかな。はい、呼んだ。はや、きよ。いい？新編肉、出撃だから。発見だから、やるっけないっしょ。打ち負けるな。てあ、癒されるんじゃね。やった、うちが一番。
っけないっしょ。打ち負けるな。けー打ち負けるな。けー。うん、よし、南方よりの、帝徳、あ、帝徳じゃないな、帝国燃料資源の乾燥作戦の遂行等を含むということでね、まあ、特に輸送作戦というのは、うん、ありがとう、補給は本当嬉しいんだ、また出るよ、また出られるようにね。頭打ったかも、ちょっと具合見てくる。これ中級駆逐艦1番艦。とは林もかな。林も罰病します。小1号作戦なんだ、違うのか。うん、小1号作戦はね、私とやる気なの。いいわ、お相手します。バカみたい。こんな私に祝福をくれるというの。そうですね、まあ同時期に行われた、まあ、残存海軍艦艇による強行輸送である北郷作戦というのも有名ですね。まあ、その対象対応した名称となっているようですね。まあ、海上護衛司令部の、第一護衛艦隊の主力などのほか、まあ、第五艦隊、まあ、2月上旬より第10方面艦隊に編入、第4航空戦隊や第一航空艦隊といった、まあ、連合艦隊の残存戦力も、まあ、同時に、ね、投入されて、まあ、護衛や哨戒強化に充てるとされたと。うん、まあ、陸軍の航空隊もね、上空援護に協力ということで、本当にね、総力戦ということですよね。司令官、いい人なのね。徳型駆逐艦、綾波型の牛尾です。うん。艦隊が戻ったわ。ありがとうございます。お礼を。フォーチャー級駆逐艦一番艦。フォーチャー。どう？清下に任せて。ふふー。裏が生まれよ。いいでしょ？冷房作戦？違うの？いいわ。どの道出撃です。ユーグモ姉さんたちにも負けませんから。今度は守るって言ったでしょ。どう？これが実力だって、うん、そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。まあね、当初はね、大船団を組んで、まあ、護衛艦をね、つけるようなやり方をしていたんですけど、まあ、それだとどうしても守るものがね、多くなってしまって、まあ、多大な被害を被ると
いうことが起こってしまいます。そのため、まあ、そういった大船団主義をやめて、まあ、輸送船数隻にして、まあ、護衛艦の数を、まあ、その倍の数を、そして輸送船自体にもね、機銃や、まあ、爆雷とか、まあ、自衛兵装も多数装備する、まあ、そういった戦術を取るに至るわけですね。あとは日清だね。好評的母艦日清。ほんじゃけの罰病じゃ。物資もようけこと積んだし、届けたいの。皆の衆、罰病じゃ。そして、南郷作戦の、後半ですね。2月22日から3月12日までの、中国東部海岸において、まあ、潜水艦撃滅を目的とした、掃討作戦である AS1号作戦、そして3月13日から17日までの中国沿岸から台湾までにおける潜水艦撃滅を目的とした掃討作戦である AS2 号作戦が実施されます。まあ、これには練習巡洋艦の鹿島、まあ、海防艦の八代三倉、そして、931艦上攻撃機を搭載した海軍航空隊ですね。まあ、こういった部隊が投入されていきます。ごきげんよう、徳型駆逐艦綾波と申します。まあ、そんなこんなで、3月までね、まあ、11時にわたる船団として、まあ、30隻のタンカーが送り出されますけども、まあ、その多くが途中で撃沈されます。まあ、もちろん成功した例もあります。まあ、航空用ガソリンの輸送に成功した、まあ、セリア丸、ね、作戦期間中の1月20日から3月16日までの期間中に航行した重要支援船団は15隊、加入輸送船は延べ45隻、護衛艦艇は延べ50隻で、まあ、そのうち輸送船が20隻、まあ、護衛艦が4隻失われるといったような、ね、結果になっております。私が一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。まあ、3月の中旬になりますとね、まあ、皆さんも、まあ、お気づきだと思いますけども、まあ、いよいよ沖縄にね、連合軍が上陸作戦を敢行しようとしておりましたので、まあ、そうなるとちょうどその航路の途中ですと、まあ、これ以上の輸送はもう無理と、まあ無理ですよね、不可能になってしまうので、まあその3月16日付で南郷作戦は中止と。なので南方に残っていた、まあ、稼働船舶の、まあ、非88船団がね、
まあ、最後の一便として、まあ、3月19日シンガポール出航しましたけども、まあ、そのほとんどがね、まあ、沈められてしまうというねことになっておりました。提督よ、わしか、わしの出番か。しかし、フォーチャー級駆逐艦1番艦フォーチャーワーキー13お呼びになりましたか。これでいいのかしら。わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦第2作戦海域機関フォレッチャーが預かります。艦隊抜秒続いてください。アナミーインサイト全艦戦闘態勢に。手ごわいな。だんだん空襲が、手ごわいくなってきてるね。またバーチョーしちゃうですか。ありがたいです。こういったもの、全艦戦闘態勢に。皆さんよろしくお願いします。後で感想たっぷり聞かせてね。かかってらっしゃい。一網打尽です。この負けるもんか。今度は守るって言ったでしょ。よし、よし。やったやった。うちが一番。Everything is going well。Everything is going well. Enemy in sight. 全艦戦闘態勢に。皆さん、よろしくお願いします。うちが一番。朝き、よし。
enemy in sight. 全艦、戦闘態勢に。よろしくお願いします。どう？この攻撃は？ぬ。どう？この攻撃は？乗り越えられるか？打ち負けるな。しつこいわね。武蔵さん、元気かな？三発か。ああ一発来る。ああさすが警戒陣は偉大だな。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがない。装備が重いんだもん。特型駆逐艦あけぼのよ。ってこっち見んな、このクソ程度く。はい、もうサンマの季節が終わっちゃったからね。また1年後、限定グラフィック見れることを楽しみにしてきましょう。 Everything is going well. Enemy in sight. 全艦、戦闘態勢に。招き猫さん、村戻ってますよね。艦隊、合戦用意だ。急がんと。そうですよね、もう全訪問ファイヤー。ハロウィンだった子たちもね、戻っちゃってますから、また来年までね、楽しみにね、しておきましょうね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがないじゃない。オペレーションコンプリート。無情のガシャンだったね。しました。あ、必ずドロップするわけじゃないんだ。うん、残念。ありがとうございます。ちょっと長めのお風呂入るね。結構兵装はデリケートなの。丁寧にね。頭打ったかも。ちょっと具合見じゃけ、風呂に入らせてもらうけんの。ありがとうございます。サプライは大切ね。ワーキー13、お呼びになりましたか？作戦計画概要をご説明します。あー、また基地航空隊のみんなが全滅しておられる。結構空襲とかね、現役で落とされちゃうから
どうしようかな、小型艦多いからここは6号船体を使ってみようか。このネットですか？はい、いろいろと役に立つんです。例えばこれでいいのかしら。わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をご説明します。高弾作戦、第二作戦海域フォルチャー級駆逐艦一番艦フォルチャー出撃します。あと3分の1ですね。うん。エネミーインサイト、全艦戦闘態勢に。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、よし、市長ですか？ありがたいです。こういったもの。アルミインサイト、全艦戦闘態勢に。逃すわけにはいきません。参ります。どう？この攻撃は。今度は守るって言ったでしょ。しつこいわね。この負けるもんか。うん、よし。どう？これが実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。Everything is going well。Everything is going well. よし、また潜水幼女と戦闘開始。全艦戦闘態勢に。皆さんよろしくお願いします。あとで感想たっぷり聞かせてね。かかってらっしゃい。一網打尽です。バカみたい。今度は守るって言ったでしょ。このかな。負けるか。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。あとで感想たっぷり聞かせてね。このかな。負けるか。武蔵さん、できるかな。私も頑張る。
うん。うん、よし。どう？これが実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。全艦戦闘態勢に。逃すわけにはいきません。参ります。どう？この攻撃は。後で感想たっぷり聞かせてね。踊りゃロケ。武蔵さん元気かな。バカみたい。頑張る。うんうん、新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって。しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。ケイさん、タマです。猫じゃないにゃ。うん、タマもね、グラフィック可愛かったですよね。ハロウィンモード、そしてサンマーモードもいろいろありましたね。Everything is going well. Enemy in sight.戦闘態勢に。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意だ。急がんと。いやー、艦首が。沈むかよ。食らいついたら離さないって言ったね。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。日清、好評的体発艦はじめ。どう、この攻撃は OK いただきじゃ。武蔵さん、攻撃開始。元気かな。かかってらっしゃい。頑張る。一網打尽です。全艦戦闘態勢に。各艦突撃隊形に。フレッチャーに続いてください。そこで追撃、踊れ、撃滅しまけ。しつこいわね。うん、よし。スターですか。ありがたいです。こういったものはいくつもらっても嬉しいですね。そしてまた無常のガシャンか。起動しました。サプライズ has been completed。 ありがとうございます。悲しい。なんか頭が痛い。しっかり見てもらってくる。心配性なの。ありがとうございます。サプライは大切ね。あ、直しとかないとね。
キー13お呼びになりましたか？作戦計画概要をご説明します。決戦支援の方が間もなくキラキラ剥がれちゃうな。ということは、ヒエか。ヒエにちょっと頑張ってもらうか。気合い入れていきます。このネットですか？はい。いろいろと役に立つんです。例えば、あとはそうですね。了解です。まあ今月ですね。まあランカーということをちょっと走るよって、まあいつも最近言ってるんですけど、まあ今のところ順位の方は242位ということで、まあ500位の方とは大体、まあ500位の方が2050なので、まあ、約1100程度ですね。差は開いてますけど、まあ戦果法とかね、残してると1000ぐらいの差は一気に詰まっちゃうんで、あともうちょっとね、まあ、イベント期間でありますけども、まあ、戦果を確保して、行きたい、と思っております。あとはね、コメントの方もね、いろいろ面白いコメントを考えている方非常に多いんで面白いですよね。なに？誰？ジャストン？あ、始まる。え？提督？どうされましたか？出撃ですか？あ、この書類。これは先ほど処理しておきました。中ちゃんじゃないけど、まあここはちょっとね、母校を開けておかないとね。まあ今回3枚イベントの前段階においては、まあご覧のメンバーがね、新たに戦力として加わってますけど、なかなか戦力化するのはね、だいぶ
後になりそうだね。まだね、前回イベントの時に仲間になってくれた子もまだまだ戦力化するには時間がかかっているような状態ですね。まあ、ここら辺は大体、出来上がってきてますけど、これ最新の3ページあたりの子はね、まだまだ怪しいな。このネットですか？はい、いろいろと役に立つんです。例えばこれでいいのかしら。任せて。作戦計画概要をご説明します。高弾作戦第2作戦海域機関フレッチャーが。それでは行ってみましょう。艦隊脱病続いてください。全艦戦闘態勢に。ありゃ敵艦発見ぞ。ああ急がんと。やっぱちょっといろいろ積みすぎたのかな。ああ、やられてしまったか。そろそろ空襲がね、きつくなってきてるね。機銃あたりは積んだ方が良さそうになってきてるな。撤退です。はい、オペレーションコンプリート。無事帰投しました。ということでね、今日の、出演機の方は、これで、終了ということにさせていただきます。まあ、いよいよね、イベントが、高弾作戦になりました。まだまだね、終わりの期間ははっきりしておりませんけど、今回も最後まで、完走できるように、頑張っていきたいと思いますので、皆さんもね、なんとか応援していただけると本当に嬉しいです。本日も、多聞丸のカンコレ、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではね、次回ですけども、11月の24日水曜日のまた20時から配信。そして空母級さん、皆さんお疲れ様でした。おそらく次は戦力ゲージの方を攻略するところを皆さんにお見せすることができるんじゃないかなというふうに思っております。皆さん、ありがとうございます。まだまだ、
わからないことだらけのイベントですけど、いろんな情報をね共有しながら攻略できるように、していきたいですね。それでは、今日は、これで、失礼いたします。じゃあね。編集さん、お疲れ様でした。多聞丸のカンコレさん、次回もよろしくお願いいたします。